よし、じゃあこのダンプ仕様、ダンプですね、ダンプでこの白川の峠道ですね、ドクロマークのとこまで行ってみましょう。かっこいいな、ダンプいいですね。荷台がこの汚れ具合もリアルな感じですね。出発ですね。おー、いいな。ぶつけないようにしないと。適切なルートが見つかりませんので元のルートを表示します。ここもなんかカオスな感じなのこんな踊ってましたっけ。なんか踊ってますねまだまっすぐか。巻き込みが怖いな。おい、そこ右行くと高山ののれん街なんだ。まっすぐも行けたんだな。まっすぐ行ってもよかったですね。駅前通る感じだったのか。まもなく右方向です。おい、それまっすぐも行けるんだな。高山も相当いろんな場所行けますよね。あ、これこのまま下道からも行けるのか。あー、こっからせっかくなんで行ってみましょうか。まだ行ったことないな。まっすぐ行ってみましょう。実際の交通規制や、途中まで下道ですね。ああ、白川郷もね、80キロか。リアルだと結構距離ある感じですよね。おー、ちょっとした峠道になってんのか。よし、高速もちょっとだけ乗る感じですよね。うわ、狭い、そこ。ここ狭いですね。あー、怖い。一時停止。よし。岐阜、富山方面ですね。あー、狭いな、インター。これがまたリアル。飛騨清見料金所ですね。まもなく右方向です。右方向です。はい、富山方面か。あー、雲がリアル。左方向です。よいしょ。うわー、狭い。なんだここ。うお、圧迫感すごいな。そっか、さっきと出口が違うのか。出口は一緒だけど途中が違うのか。白川郷ですね。よいしょ。よーし、来ましたね。じゃあこっから峠道入ってドクロのとこまで行きましょう。
よいしょ。よし、河合方面大型車通行不能。あーやばそうですね。迷い込んだみたいな感じだけど、はい、かなり狭そうですね。おー、あでも民家がある。あーこれはあーいいじゃないですか。おーおーおー、ここら辺ラリーとか開催されてそうですね。よいしょ。さあどんな道が広がっているのか。 AI カーはさすがに走ってないのかな。今はダンプで峠道をドライブ中ですね。おー、あーゲートがある。あー枝がぶつかった。あーこっからが本番かな。この先やばいですね。この先すごいことになってんな。あ後ろから車来てるぞ。えー、車来るのここ。なんかやばそうな車が。あー嫌なシチュエーションだ。言ってくれないかな。ダメ。追い越してほしい。え、対向車も来んのここもしかして。車入ってくるんだ。よいしょ。ああでも意外とまだ普通に空になったら走れますね。枝が気になるな。あー対向車来た。対向車来るんだ。あーちょっと狭いですね。だんだんヘアピンがきつくなってきた。対向車来るのか。怖いな。ヘアピンとかどうすんのこれ。トレーラー引っ張ったら厳しいな。うわー怖っ。うわー。交通量多すぎでしょこの道で。結構来てるな。あー結構来てますね。怖いなあ。あーでもだいぶ上がってきたかな。あー景色良さそう。ビューポイントかな。あーすごい。あいいですね。あー下が見える。あでももう途中のとこまで来たのか。まだこれ上がってきますよね。確かにこれ大型は入っちゃダメだな。よいしょ。あまあいいか、このまま行っちゃいましょう。よいしょ。いやー後ろからひっついてるな。このパターン嫌ですよね。峠道とか速い車後ろ疲れるとすごい嫌だ。クマとかも出そう。ドークロのとこ気になるな。
よいしょ。ああ。よいしょ。よいしょ。これ一本道なのかな。なんか途中分かれ道があった気がするんだけどな。ああ、続いてますね。寝るところはあるな。あーすごい。ほんとラリーコース。ああ来た。ああ怖っ。おお失礼。おこれか。ここが一応休憩地なんですね。展望台とかそういうわけではないんだな。ああ失礼。なんかこう癖のある車が多い気がするな、ここの道は。多分実際にある峠じゃないのかな。よいしょ。こういうところで対向車に突っ込まれるともう終わるな。あもう峠っていうんだ。あただ一番てっぺんはこれ。ああ大渋滞になってる。最悪なパターンですね。渋滞の先頭になっちゃってる。ああすごい。あでも大型入ってる。おトラック入ってきてるぞ。よいしょ。まあでも通れないことはないですね。あ、ドクロマークあるな。何なんだろうな、ほんと。ああ、助手席乗ってたら酔う峠だ。よいしょ。ああ、何これ。事故現場？あ？ストップストップストップ。なんかあるぞ。行けるっぽいな、ここ。行ってみますか。通行止めって書いてあるけど。あー、採石場入り口、場内徐行厳守。行ってみるか。お邪魔します。吹っ飛ばした。わあ、なんだこれ。あ、いけないのかな、これは。狭い。あー、でもすごい。おー。あ、でもこれはもういけない。あ、ここすごいですね。ダンプ似合うな。あ、ダンプできてよかったかも。あ、めちゃくちゃ似合うじゃないですか、なんか。現場感が一気に出てきた。行ってみましょうか。ちょっと右気をつけないと落ちそう。これ道続いてますね、狭いけど。ダンプだったらいけそうだな。ああ。危ない。おお、狭い。ははは。行き止まりでないことを祈るしかないな、この辺りは。あー、これがドクロマークのところに続いてるのかもしれないですね。ゆっくり行きましょう。なかなか狭い道ですね。右側落ちたら大変だ。おーおーおー、あー、なんかここに書いてあるな。あ、これドクロマークのとこ続いてますね。ショートカットしちゃった。なるほど、ここで繋がってるのか。ドカン。記念撮影。あー、危ない。あー、痛い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 。これどうなってんの？あ、え、これ道？え？あ、どうなってんだこれ。オフロード？
あ、なんか注意、落石注意の看板がひしゃげてる。落石が落ちてきてんだな。これが道なのか。あ、これがドクロマークですね。危ない、入ってはいけませんって書いてある。あー、すごい。これはすごいな。あ、狭、これ落とす気満々だな。まあでも、狭。これ判定あんの、このタイヤの跡みたいなやつは。何これ、これに乗り、や、あっ、ダメ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 、これ危ない。何ここ、道がなくなってくけど、これ道？ドクロマークってそういうこと？斜めってる斜めってる。あれ無理でしょ、横転するって。あー、どんぐらい傾いた。あ、でもなんか意外と頑張ってんだ、意外と大丈夫ですね。はい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 、あ、いける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 、これぐらいだったらいけますね。あー、ダンプだと似合うな。その岩はなんだこれ、なんか急にマットランナースノーランナーの世界に紛れ込んじゃったみたいな感じですね。これはどっちから行こう。こっちかな。ギリギリ寄せるしかないな。タイヤの下が見えないんですよね。あ、岩もあるからな、それ。まあ、でもまだ右寄れますね。あー、怖っ。落ちるのが怖いんだよな、これ。あっ、乗った乗った。この縁石みたいなやつに乗って、あ、一応判定あるからいけるな。これが今乗り上げた状態ですね。これ以上右に切ると完全に落ちますね。よいしょ。行きましょう。後ろのタイヤも乗せたいな。じゃあ、怖っ。OK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 。あー、そこきついな。かなり右ギリギリに寄せないとダメだ。よいしょ。あ、いかん、変数した。あ、まあ、いけるかな。いけるいける。ギリギリいけますね。右を。ここら辺はメキシコで鍛えたからな。まだまだいけますね、これぐらいだったら。そんな長さもないんで。よいしょ。ウィンチ欲しいですね。よいしょ。あー、でもすごいな、これ。ここまでの荒れ地は走ったことないですね。あー。一体何があるんだろう、これ。帰りやばいですよね。やばい。今16時だから、日が沈む前に帰らないともうダメだな。終わりますね。夜はさすがに無理ですね、ここ。よいしょ。もうちょっとでてっぺんか。ああ。パンクするな、これは。ああ、ここがドクロマークですね。さっきのとこだろうな。完全別ゲームになってる。めちゃくちゃ揺れる。よいしょ。やばい、揺れますね。いや、ここまでの荒れ地は走ったことない。こんなに岩があるとこは走ったことないですね、ユーロで。
ロシアとかでもなかったですよね、こんな道。うわーすごい。どれが道か、かろうじてこの柵があるから分かりますけどね。よいしょ。あーなんか、あ、さらにあんのこれ。なんかまだありますね。さらにあるんだこれ。ちょっとぐるっと回ってから行きましょうか。ここ休むとこはないのか。なるほど。とりあえずそこからの眺め見てみるか。あのオープンカー来れないでしょここまで。あーいいですね、石切り場。この車上がってこれないですよね、どう見ても。あーすごいな、ほんとすごい作り込んである。じゃあさらにその奥行ってみましょうか。まだなんか行けそうなんですよね。